どうも。 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが9月18日月曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日ベイスターズと戦いましたが、結果2対3で敗れるということで、9月に入って初めての連敗。まあ今日敗れてしまった、まあ、試合内容もそうなんですけれども、やはり一番心配なのが島田選手の頭部支給。ほんと当たった瞬間目を背けてしまいました。まあ今日タイガースは全体で 常デッドボールがあったという流れ岡田監督のコメントと合わせてご紹介していきますよかったら是非とも最後までご覧いただけると嬉しいですでは早速お話をしていきますがまずは先発ビーズリー投手の立ち上がり一軍マウンドは実に1ヶ月ぶりプレーオフに向けた重要なピースになれると思っているしそれを証明すべくしっかりと投げたいとこのように力強いコメント ベイスターズ戦は2試合目の先発になりますがまず初回1番太田選手セカンドゴロ2番関根選手もセカンドゴロそして3番佐野選手空振り三振で三者凡退抜群の立ち上がりでしたねビーズリー投手の課題はストライク先行で投げられるかどうかかなりストレートも走ってますし変化球でバンバン空振りを奪えるピッチャーだからこそ投手有利のカウントを作っていきたい中でまずこの初回はほぼ完璧な内容だったんじゃないかなとで続く2回は先頭4番牧選手にヒットを許すやはりベイスターズ戦はこの牧選手そして宮崎選手はタイガース勢とタイトル争いを してることともありなんとか抑えたいその中で5番宮崎選手は空振り三振6番佐藤選手も空振り三振そして7番伊藤選手の打球ライトに抜けようかという当たりに対し中野選手が爆速で回り込んでスリーアウトいやタイガースで唯一フルイニングを続ける選手ですが改めて異次元の体力してますねそれを運動量の多いセカンドでやってるわけですから本当にすごいですそして3回のビーズリー投手は8番からの攻撃を三者凡退逆球あったりしますがそれでもボールに力がありますからね3回を投げて球数42球序盤3 で切り抜けるさあでここで一旦スタメンの方を見ていきましょう1番センター島田選手2番セカンド中野選手3番ライト森下選手4番ファースト大山選手5番サード佐藤選手6番レフト三重瀬選手7番キャッチャー長坂選手8番ショート小畑選手9番ピッチャービーズリー投手というスタメンさあかなりメンバー入れ替えてきましたね 近本選手がベンチスタートで、1番に島田選手。やはり今後の戦いで何があるか分かりませんし、野手はある程度このメンバーで戦い抜くはず。島田選手も1軍で打席に立っておくことは重要な要素かなと。で、レフトには三重セ選手が入り、キャッチャーは長坂選手。今シーズン初スタメン。そしてショートは小バ選手です。大抜き投手とは今シーズン2度目の対決になりますが、まず初回、島田選手レフトフライ、中野選手セカンドゴロ、森下選手サードゴロで三者凡退。初回は抑え込まれてしまいましたが2回です。先頭4番、大山選手がデッドボール、フォアボールじゃありませんが、 本当に今シーズンは大山選手の出塁が起点になることが多いで続く佐藤選手の打球はピッチャーゴロ正直ゲッツ覚悟しましたが大貫投手が悪送球これで一気に二三塁佐藤選手もよく二塁まで走りましたこの積極走塁はチーム全体で大きな武器さあこのチャンスでまずは先制といきたいところでしたが無得点下位打線でつなげていくことができずで3回は先頭島田選手がデッドボールで出塁しすかさず走って今シーズン5つ目の盗塁成功で中野選手がフォアボールでつないでノーアウトランナー一塁二塁のチャンスを作ったんですが無得点 んーまあ今日はなかなかチャンスで一本出ない状況というより4四球による出塁はあるものの序盤3インニングはヒットなしという流れになったとさあで試合は中盤戦突入2番から始まる一つ踏ん張りどころのインニングですが2番関根選手ショートゴロ小畑選手が広い守備範囲でアウトをもぎ取って3番佐野選手セカンドゴロ両番牧選手にフォアボールを与えここで牧選手に走られてしまうちょっとさすがにノーマークすぎましたかね岡田監督は助っ人選手にクイックの速さを求めていますしこのあたりは一つ今後に向けて大事なポイントかなとただ五番宮崎選手を二打席連続三振 に抑えて点いやー三振が少ない宮崎選手から連続三振ですからやはりこの脱三振能力は大きな武器でタイガースは長坂選手がチーム初ヒットとなる内野安打を放ちますが無得点さあ両先発の粘り合いが続く中5回のビーズリー投手1軍での直近2登板は5回未満でマウンドを降りるという内容だったんで8月9日以来となる5回のマウンド先頭6番外選手にヒットを許しますが7番伊藤選手の打球はファーストライナーこれが大山選手の真正面でゲッツーさ裂これ大きかったですね 8番、ハエス選手に2ベース許したものの、9番、大抜き投手、ライトフライで無失点。 5回を投げて球数80球。少し多いかなというペースですが、それでもしっかり先発の役目を果たしてくれます。で、ここでビーズリー投手は交代。7連戦でいわゆるローテタ谷間。ただそこに入ってくるピッチャーが CS 争い真っ只中のチームに対して5回無失点ですから、改めてタイガース投手陣の層の厚さを感じます。で、6回からマウンドに上がったのが及川投手。ブルペンデーで先発した9月15日以来の登板になりましたが、2アウトランナー2塁となったところでカジア投手にスイッチ。このあたりは CS を見据えた投手起用かなと、岡田監督は中継争いに についいててて言及していて見極めをしていかなあかんというふうに話をしていましたからね。 カジヤ投手の場合はいかに右の視力を抑えられるかが一つのポイントになると思いますし、そういったシーンを想定しての系統かなと。で、あとは昨日の動画でもお話しましたが、カジヤ投手のキャリアであれば、登板数による出来高があるかもしれないんで、これがシーズン48試合目、50は一つの大台ですし、そのあたりも見据えながらの運用もあったりするのかなとは感じます。ただその中でマキ選手に対し、アウトコースに構えたボールが真ん中に行ってしまってセンター前タイムリー、解説の掛布さんが、もっと変化球を使うべきだったと、バッテリーの配球について言及。 やはり梅野選手がいない今、もし坂本選手に何かあれば、次マスクを被る可能性が高いのは中坂選手だと思いますからね。岡田監督は以前、栄田選手のリードに言及していましたが、この辺りのキャッチャー運用をどうしていくかというのも注目ポイントになりそうです。で、その後のタイガース、なかなか大抜き投手を捉えきれずという展開が続きますが、6回も三エセ選手がフォアボールで出塁するも無得点。うん、まあ大抜き投手から合計5つ、四四球奪えてるんですけどね。ただヒット1本ではなかなか得点に結びつけるのは難しい。で、その中で7回、ベイスターズは継投策。変わった 投手手から先頭選手がヒットを放ち相手のエラーも絡んで、島田選手の内野ゴロの間に追いつくことに成功。昨日が完封負けだったんで、実に18イニングぶりの得点になったと。で、8回は岩沢投手がマウンドに上がり、相手の走塁ミスにも助けられて無失点。いや、ほんとこの回は耐えましたよ。2つのフォアボールとツーベースがあってゼロですからね。7回の攻撃もそうですが、ベイスターズ側のミスに救われるシーンも多い。となればより一層、このゲームはものにしたいところですが、代打近本選手というカードを切るも無得点。で、9回は馬場投手がマウンドに上がって無失点。 この回もベイスターズのバント失敗がありました流れ的には勝ち切りたい試合展開でその中で島田選手に頭部支球発生 エスコバー投手の153キロが直撃で球場騒然島田選手は個人的に今日2つ目チーム全体で3つ目のデッド飛ールさすがにこれはちょっとということで甲子園は異様な空気に包まれていました自力で歩けてはいましたが脳震盪の可能性もありますからねおそらく検査を受ける流れになると思うんでとにかく島田選手の無事を祈りましょうで何か嫌な空気が漂う中10回石井投手が牧選手にタイムリー打たれてしまいその裏大山選手に9月初アーチとなる15号ソロが飛び出しましたが反撃及ばず9月初の連敗ですで試合 試合終了後、まあ、試合中もそうでしたが、島田選手にデッドボールを当ててしまったエスコバー投手、かなり心配そうにしていました。で、その試合が終わった後ですね、まあ、島田選手のもとに、まあ、通訳の方と謝罪に行ったみたいで、で、島田選手はそのことに対し、大丈夫です。大げさになりすぎました。全然大丈夫です。すぐに通訳の方と謝りに来られて、申し訳ないと。逆に避けるのが下手で申し訳ない。気にしないでほしいと。相当心配されていましたけど、大丈夫。気にしないでと伝えましたと、このようにコメント。いやー、島田選手、これ、ナイスガイすぎません 変化ね、まあ、エスコバー投手の対応も早かったと言いますか、まあ、こういう話がすぐに出てくると、ファンとしても安心できる部分ありますよね。まあ、ただ、デッドボール、島田選手自身は大丈夫だというふうに話をしていても、まあ、脳震盪であったり、まあ、その後にね、抹消になってしまったりとか、まあ、そういう事例はちらほらあるんで、まあ、島田選手のコメントを聞けたのは、一つ安心材料ではありますけれども、今後も一つこの点は注視しなければいけないポイントかなというふうに感じます。で、岡田監督は試合終了後、島田選手のデッドボールについて問われると、うん、まあ、大丈夫やったみたいやけどな、うん、 捕またやろ。ちょっと上の方で良かったとは言っとったけどな。合計3つや謝りに行ったみたいやけど、見てない。俺に謝りに来なあかんやんかと。このようにコメント。まあ、この辺は岡田監督一貫してると言いますか。かまあ、高津監督の時もそうでしたよね。まあ、スワローズ側のベンチを見て、高津監督がどういう動きをするかで、おそらく岡田監督はあそこで何かマ、まあ、クションがあればね。まあ、そこまで厳しいコメントは出していなかったのかな？というところなんですが、まあ、もしかしたらこの後岡田監督の元にもね、まあ、謝罪というのはあるかもしれません。けれども、まあ、とにかく、まずは島田選手が無事そうで。 よりでやっぱりこういうねコメントを聞いてると本当にタイガースナイスガイが多いなという風に感じますまあ、これから8連戦ね新たな戦い始まっていきますがまた今後始まっていく新たな戦いも注目していきたいなと思いますはいということで今回の動画では本日9月の18日に行われたベイスターズとの24回戦についてお話をされていただきました結果は2対3で敗れるということでタイガースは延長戦の末9月初の連敗でこれで甲子園でのベイスターズ戦4連勝から5連敗ということでこれはちょっと嫌な流れですかねタイガースはクライ マークシリーズファイナルステージ甲子園で待ち受けるという形になりますんで、まあ、現状可能性があるのがジャイアンツカープそしてこのベイスターズ、まあ、昨日からちょっとベイスターズ先発陣を打てていないという流れが続いてますんでこの辺の修正といいますかみんなで課題を洗い出していくこれも一つ大事な作業になるかなというところ、まあ、今日の試合に関しては敗れるというところはそうなんですが、まあ、島田選手のデッドボールですよね、まあ、これから検査が待ってると思うんですけれどもとにかく島田選手の無事を祈るのみ頭、まあ、部のデッドボールに関しては少し日にちが経っての抹消とかそういう可能 可能性もありますんでとにかく島田選手の無事を祈りましょうでタイガースはこれで一旦7連戦が終了明日19日はゲームありませんが20日からは8連戦、まあ、これ一つね先発ピッチャーの運用であったり選手起用というのは注目したいその中で今後一体どういう戦いが待っているか注目していきましょう皆さんは今日のゲームどのように感じましたでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者4 7500人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は見どせ、チャンネル登録者4万8000人ということで、今後とも阪神情報局、何ぞとよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラフォー、ありがとうございました。まずは島田選手の無事を祈るのみ、今後情報出てくると思いますが、またおってご紹介できればなというふうに思います。ではまた。